次に田村智子君日本共産党の田村智子です能登半島地震と羽田空港で発生した海上保安庁機の衝突事故に関連して質問いたします羽田空港での衝突事故は重大事故の要因を解明し再発防止につなげることを目的として運輸安全委員会による調査が行われています一方で 警察による調査も行われていますこれは、個人の刑事責任の追及を目的とした捜査だと報じられているんですね。資料1をご覧いただきたいと思います。航空安全推進連絡会議が1月3日、緊急声明を発しました。その中では、警察の調査はあくまで犯罪捜査であり、事故原因を究明するための調査ではない。 これまで日本において発生した航空機事故を、警察が調査したことにより、事故の原因究明に大きな支障をきたしたという事例はいくつもあったということを指摘しています。これ、関係者の方にお話伺いましたら、あの警察の犯罪捜査によって、業務上過失として立件される、その恐れがある。そして運輸委員会の調査も、裁判の証拠の資料にされる可能性がある。 こういう状況では、証言に慎重になり、徹底した事故要因の解明が困難になると、こういう懸念なんですね、大臣、これもどう受け止めますか斉藤国土交通大臣。羽田空港航空機衝突事故につきましては、運輸安全委員会が事故発生の当日1月2日から、事故調査官6名を現地に派遣し、現在までに事故機の残骸の確認。 飛行行記録装置のの関係者からの聞聞きき取りなどを行っててたと聞いておりますお尋ねの点につきまして、運輸安全委員会に確認したところ、これまで警察と委員会との間で適切に調整が行われ、支障なく調査が実施されてきた、警察による捜査の可能性があるため、関係者から必要な協力が得られず、事故原因の究明に支障をきたすようなことは特になかった。 このように聞いております田村智子君国際民間航空条約以下をの付属書13は民間機の事故及びインシデントに関わる規定ですここでは調査の目的について事故または重大インシデント調査の唯一の目的は将来の事故または重大インシデントの防止である罪や責任を課するのが調査活動の目的ではない としていますだから、その事故調査の資料をですね、裁判の資料にしたり、捜査のために提供するということをしてはならないと、こういう規定になっているわけです。でこれはあの航空機事故の歴史の上に築かれた国際的な到達点なんですね。で日本はこの条約を批准しています。しかしししか同時にに警察捜査査をを容認し自己調査結果を裁判証拠に利用していいんだと いう方針とっている。これ、矛盾した態度だと私は思うんです。あの事故や重大インシデントの防止を目的した国際的な到達点。これはやっぱ踏まえることが必要だと思うんですね。で、大臣、確認したいんです。最優先とすべきは、個人の業務上過失の追求ではないと。あくまで再発防止のための徹底した事実の。 解明であり原因究明であるとそう考えますがどうでしょうか斉藤大臣あの先ほど申し上げましたように運輸安全委員会で特に必要はないというふうに聞いておりますそしてその上で以下の付属書13について言及がございました国際民間航空条約では自国の方式と国際標準との相違点を国際民間航空機関以下をに通告することとなっており え我が国はこの相違通告の規定に従って相違点を以下をに通告していると承知しておりますえ先ほど申し上げましたとおり運輸安全委員会はこれまで警察の捜査との関係で事故原因の究明に支障をきたすようなことは特になかったと聞いておりますこのため我が国が相違通告を行,行っていることについては事故の原因究明再発防止の観点から特に問題はないとこのように認識しております 田村智子君犯罪に問われるかどうかとなれば、それはね、協力しますよ、だけど証言に慎重になるっていう可能性はあるんですよ、いっただけね、確認したいんです、航空行政を預かっている大臣ですから、最優先すべきは、個人の業務上過失の追及ではなく、あくまで再発防止のための原因究明だと、ここを確認したい、いかが先ほど答弁申し上げましたとおり、 運輸安全委員会では、これまで警察の捜査との関係で、事故原因の究明に支障を来すようなことは特になかったと、このように聞いております。えー、両立するものとあの、このような前提で日本の制度は成り立っていると、このように感じあの考えております田村智子君。それはね、国際的な到達ではないんですよ。これぜひねあの、検討いただきたい、やらなきゃいけないことは、個人の責任追及じゃない、再発防止ですよ。 意図的故意の犯罪ではないですから、今までなかったかどうか、これもね、あの議論があるところだと思うんですけれども、今後のことも含めて、ここはやっぱりね、航空行政預かる大臣として、まあ、よくね、検討していただきたいということは重ねて要望しておきますで。航空従事者、今回の事故に強い衝撃を受けていて、映像を見たり、思い出すだけで涙が出るという方もおられます。国土交通労,労組 以前から労働組合として、職員のメンタルケアに取り組んでいるということですが、この事故後、ケアの申し出が多数あるとお聞きしています、これ、海上保安庁も同じではないかと思うんですね。全国の管制官をはじめとする航空保安職員、海上保安庁の航空関係職員を対象に、三次ストレスマネジメントに基づくケアなど、メンタルケア、これはあの国の責任として行うこと必要だと思いますが、いかがでしょうか。 国土交通省平岡航空局長。まずあの航空保安職員につきまして、お答えをさせていただきます。この今般の事故発生後、ストレスなどを感じて、職員が心身に不調をきたすケースが少なからず生じていると承知しており、そのメンタルケアが重要と認識しております。 事故が発生した羽田空港におきましては、航空保安職員をはじめとした全職員を対象といたしまして、心理的負荷状態を把握、解析した上えで、3次ストレスマネジメントの知見を有するカウンセラーによるカウンセリングを行っているところであります。羽田空港以外の空港につきましても、ストレスによる影響は一定時間の経過を得て出現することもあることを念頭に、 引き続き職員の心身の状況を注視しながら現場の職員の要望も踏まえつつメンタルケアの実施を検討してまいりたいと考えております海上保安庁石井長官お答え申し上げます続きまして海上保安庁の航空関係職員について申し上げます海上保安庁では職員のメンタルケアは極めて重要であると考えており 本庁等に三次ストレスマネジメントの知見があり公認心理師資格を有するメンタルヘルス対策官を配置しております本件については事故発生直後から本庁と各官区海上保安本部が連携し羽田航空基地職員をはじめ全国の航空関係職員を対象にストレスチェックを実施するとともにメンタルヘルス対策官を中心に個別の面談を行うなど きめ細やかなメンタルケアをしております引き続き心身ともに健康に職務を行うことができる環境づくりに努めてまいります田村智子君あの海上保安庁の取り組み大変重要だと思いますぜひあの航空局もです、ね、この取り組みぜひあの情報共有して行っていただきたいと思いますで国交省は1月9日羽田の衝突事故から1週間という異例の速さで航空の安全安心確保に向けた緊急対策を取りまとめ 管制官による監視体制の強化として、滑走路への誤侵入を常時、レーダー監視する人員の配置を羽田を含む7つの空港で運用しているということです、先ほどのえ答弁にもありました、でこれ、人配置したと言っているんですけれども、管制官で他の業務についている人を持ってきたというだけであって、増員をしたわけではないんですね。もともと管制官いいうのは労労働働がが問題ななっていましたさらなる労働強化が 起こっていると、えー、国土交通労組には現場の深刻な実態寄せられています。中部空港、レーダー常時監視のためには、他席と兼務することでしか対応ができない。那覇空港、大半の管制官が緊急対策では根本的な解決に結びついていないという印象を持ったまま、仕方がないという気持ちで業務を遂行している。那覇空港は 戦闘機も常に扱う特殊な業務を実施しており、常に高いリスクを背負いながら、業務を遂行しているにもかかわらず、このような対応を急遽強いられ、誰もが疲労がたまった状態で業務に当たっていると、疲労がたまった状態と、大臣、これは安全安心確保への逆行が起きていると思うんですけどいかがでしょうか平岡航空局長。 お答えをいたします航空局といたしましては、航空の安全安心を確保し、国民の空の安全への信頼を回復するため、事故直後に緊急対策として、管制官の業務負荷を考慮した役割分担の見直しにより、滑走路へのご進入を常時レーダー監視する人員の配置を行っているところです。今般の監視体制の強化は当面の措置としておりますが、管制官に過度な負担が生じないよう、管理職による勤務開始前の体調確認や、 勤務中の声かけを行うなど、日々の業務負担の状況を注視しております。今後も引き続き、航空需要の動向や管制官の業務負担の状況を注視しつつ、外部有識者による検討委員会における議論も踏まえ、さらなる安全安心対策に速やかに取り組むとともに、必要に応じまして、配置上の工夫についても検討してまいりたいと考えております田村智子君、メンタルケアが必要な状態というときにね、人増やさずに。 役割分担ですよそれでいいのかなんです2016年以下を付属書11が改定されました運行業務乗務員はもちろん、えー、管制官にも疲労を適切に評価する仕組みと指針が必要という議論を重ねての改定です これを受けて日本でも疲労リスク管理および勤務時間管理について、2021年度から適用されています、あの資料にもつけました、航空管制官には疲労管理制度があり、一定の時間、これ90分から120分、連続で対空通信業務を果たしたあとは、対空通信以外、休息も含むの席に就く。 勤務間インターバルは11時間以上とするとしていますが、これも国土交通労組の調べでは、機能しているとは言えない状況だというんですね。規制値逸脱マークがついても、管理職が一括承認を行っているため、実情が把握されていない、休憩時間という時間は存在せず、業務と業務の隙間で食事やトイレを済ませているという声も寄せられています。えー、国交省として この疲労管理システムが適正に実施されているのかどうかこれ調査をされているんでしょうか斉藤大臣、はい、あの官政官が安全に業務を遂行するためには疲労を適切に管理することが重要でございますこのため我が国においては国際基準を踏まえ有識者の意見を参考に官政官に対する疲労管理基準を設定し令和2年度からこの基準に基づき 勤務体制を構築しております、えー、この基準から外れた場合には、感染現場より報告をさせることになっておりますが、その場合においても、適切な疲労軽減策が取られていることを確認しております。えー、さらに、感、え、染、ー、現場に対する定期的な監査も行っておりますが、これまでに疲労管理にかかる問題は見つかっておりません。今後とも引き続き、感染官の疲労管理に適切に取り組んでまいりたいと思います。 田村智子君、それはあの労働組合に寄せられている声と違うんですよ、これ、労働組合からもちゃんと聞いて、本当に徹底されているのかどうか調査してほしい、そしてね、必要だったら是正してほしい、これ、要望しておきたいと思います。で2004年度、えー、これ、資料3見てください、羽田空港の発着回数、約30万回、18年度、約45.5万回、新型コロナの影響でその後、減少しましたが、今、発着回数、戻りつつあります。 他の空港も同じですねこれ管制官の増員が必要な状態だと思うんですね、えー、完成の定員、全国で約2000人程度のまま、10年以上、総定員数はほとんど変わっていません。那覇や中部など、近年定員が減らされた空港もあります。アメリカでは、2025年の予算調書で、空港管制官2000人増員の 資金手当が提案されたというふうに報じられました日本でいうと200人規模の官政官増員に当たるということなんですね官政官は新規採用から1人前に勤務できるようになるまでには2002年から3年はかかるというふうに言われています日本でもですねやっぱり100人単位ぐらいの大幅増員に向けて計画を持つべきではないかと考えますがいかがでしょうか 平岡航空局長お答えいたします、えー、米国におきまして、えー、2025年に計2000名の管制官を採用することを可能とする予算の提案が行われていることは承知しているところでございます。えー、米国では管制官不足により、例えばニューヨークの空港ではエアラインが減便を余儀なくされている状況であり、我が国とは少し状況が異なるものと認識しております。 我が国におきましては、これまでも航空機の増便や新規施策への対応に必要な管制官を増員するなど、計画的に体制の強化を図ってきたところです。管制官自体の定員につきましても、近年着実に増えているところであります。平成25年度末で1854名であったのが、令和5年度末には2031名ということになっているところでございます。引き続き続航空需要の動向や外部有識者による 検討委員会における議論も踏まえまして、えー、さらなる体制強化の必要性を検討するとともに、関西官の計画的な要請に努めてまいりたいと考えております。田村智子君、はい、あの本当に過密労働になっているっていう訴えは前々から聞いてます。ぜひ大幅増員踏み切っていただきたい。能登半島地震での災害派遣についてお聞きします。えー、和島市、鈴鹿市など。 自治体が丸ごと被災している地域では危険建物の撤去も相当に遅れてますあのこれまでに経験のないような遅れと言われているんですねでまた被害は本当に広範囲で私も2月に輪島市を訪ねましたが途中の自動車道路は片側の道路が崩落したままの状態あるいはその周辺も土砂崩れが起きたままで二次被害がいつ起きてもおかしくないという危機感を持ちました 国の責任で相当なななな人を派遣しなければならいないと思います、えー、国交省の緊急災害対策派遣隊、いわゆるテックフォース、3月19日時点で延べ2万4213人、えー、他にも地方整備局から職員派遣、行われているようですけれども、私はこれはね、緊急増員してでも、国からの職員派遣、抜本的に強める必要があると考えますが、いかがでしょうか斉藤大臣。 今、委員から述べていただきましたように、これまで全国の地方整備局からテックフォースを派遣し、3月19日時点で延べ約2万4千人派遣しております、そして今後の復興に向けて、今年2月16日には、被災自治体への技術的支援などを行う、能登復興事務所16名体制で設置し、 4月には50名,50名程度の体制に拡充する予定でございます。今後も事業進捗に応じて、順次、体制の強化を検討してまいりたいと、このように思っております田村智子君あの。現場からはですね、テックフォース、交代要員も確保されていないって声があるんですよ、聞きましたらやってるっていうんですけれども、とてもじゃないけど、もうそんな状態じゃないよという声も聞かれていますので、ぜひあの増員、これ、大至急やっていただきたいというふうに思うんです。 大規模災害では、一般のボランティアではできない作業、これ多々あります。規模の小さい自治体では、あらかじめ技術者を自治体職員に配置しておくということにも限界があるので、ここでも国の責務が問われていると思います。1977年から2022年まで、近畿地方整備局で見てみますと、これも資料につけました、専門職種である機械、この採用数。えー 2005年から2014年までの10年間で、新規採用わずか3人なんですよ、3人、10年間で。国家公務員の定数削減が激しく行われていた時期と重なります。こうした新規採用の抑制は、10年後、20年後に大きなダメージとなって現れて、現在、40歳未満の職員、著しく少なくなってます。ここのの専門職機械のとこね でこのままでは被災地での技術的な支援ができなくなるという危機にも直面しているのではないかと考えます。え機械の操作などの専門性のある技術を今後、どのように確保、継承していくつもりなのか、ここやっぱり本当にあの計画的な定員像をやっていく必要があると思うんですが、いかがでしょうか。 斉藤大臣、はい、あの田村委員おっしゃる通りでございますあの地方整備局において機械電気通信など専門的な技術者が本当にあの足りなくなってきているあのこのように私たちも考えておりますあの50歳以上の職員が約5割を占めており今後の定年退職による経験豊富な人材の減少これも本当に心配しておりますこのため学校訪問や民間転職サービスの活用を行うなど 経験者採採用用も含めてて精力的的計画的な採用活動を行っておりま,すまた、専門技術や経験の共有、業務ノウハウの継承のため、職員が孤立することのないよう、地域の主要な事務所に機械、電気通信の専門部署を集約して設けるなどの取り組みも進めております。まあ、これらの取り組みによりまして、専門職種の職員の確保、業務ノウハウの継承に努め、 今後のインフラ整備、管理や災害対策に万全を期していきたいと思います田村智子君、これ、定員減して新規抑制しちゃったと、新規採用抑制しちゃったと、ここへの反省が本当に求められてると思います。で、あのこういう状況の中で起きてる問題として、私、2021年6月3日の内閣委員会で、地方整備局の1人出張所っていうのがどんどん増えちゃったよという問題を取り上げたんですね。所長さんしかいないと。 だから河川や道路の現場に出向くと、事務所を閉めてしまうで、一般の行政相談や各種申請、受け付けることができなくなってしまうで、一人出張所、2019年には64箇所にまでなりました。で、今年度30箇所になったと。ただね、この34箇所というのが、複数配置になったのかどうかが問われるんですよ。このの所所人出張所のうち 閉鎖したという出張所があるのか、あれば箇所,箇所数を示してください。<上>国土交通省寺田大臣官房長。一、えー、人出張所でございますが、えー、平成三十一年六十四箇所でございました。えー、今年度令和五年度三十箇所となっております。三十四箇所減ったということでございます、えー。内訳でございますけれども、職員が複数配置となった出張所が二十八箇所、えー、配置となった出張所が 11箇所、合わせますと39箇所でございますけれども、一方で、新たに1人出張所となったところが5箇所ございますので、差し引きで34箇所減ったということでございます田村智子君あの、廃止しちゃったら本末転倒だと思うんですよ、私が求めたのはそんなことじゃないです、やっぱりここでも抜本的な定員増が必要になるわけですね。 で2020年以降、災害の激甚化、広域化を受けて、やっと国交省の地方整備局を中心に、国交省全体で定員増が始まりました。地方整備局で見れば、2000年には2万3377人の定員、えー、これがですね、実は19年の時には、1万8888人にまで減少したんですよ。だ近年増やし始めたとはいえ 20年近く続いた定員削減の傷、新規採用もやらなかった、これ、あまりに大きいんです。で、今年度は1万9296人と、これは、は前の年と比べて増員になっているんですけれども、それでも2000年のときと比べて、4000人以上も少ないわけです。そしね、やっぱり計画的、かつ抜本的な定員増、定員を増やすことによる一人出張所の克服。 これを本腰入れてやっていくべきだと思いますが、いかがでしょうか斉藤大臣あの今回あの、被災地の首長さんたちとお話ししても、本当にあの地方整備局の技術職の皆さん、地方整備局のテックポストの皆さんにお世話になっていると、でまあ、災害地でないところに行っても、市町の首長さんから、いつも大変この地方整備局、 の技術職のの方々自分の役所ににには非常にそういうういいいい人員が少ななくててて大変おお世話になっているという声を聞いておりますあの事務所、出張所も含めて、地方整備局等において必要な人員体制を確保することは極めて重要であると考えておりまして、その人員体制を確保すべく、今後とも最大限、予算の確保等の頑張っていきたいと思っておりますので、田村委員のご協力もどうかよろしくお願いいたします。 田村智子君これまで相当協力して毎国会毎国会国家公務員の削減やってきたことの反省に立てと求めてまいりましたやはりこれだけの災害が多発しているとこの状況に立てばですね今までこうだったはもはや理由にならないと思うんです感性官も含めて本当に抜本的な増員へと あの体制を整えることを重ねて申し上げまして、あのここは協力できるということですので、思い切った後押ししますから、あの本当に思い切った要求しなければ、つきませんので、思い切った要請で進めて、要求で進めていただきたい、えー、重ねて求めたいと思います終わります。